フォンロールホールディングス株式会社は世界中で事業を展開するスイス企業。老舗メーカーの一つとして発電、送電、蓄電などの電力分野、並びにエレクトロモビリティ及び産業用アプリケーションを開発している。フォンロールは1803年に設立されたブラザーズ・デュルホルツカンパニー商社製鉄所を起源とする。1810年に ルートビヒフライヘルフォンロールとヤコブフォング術により結成されたフォンロール &C によって引き継がれた。1823年5月、ルートビヒフォンロールは多くの鉄を必要とする工業化と鉄道建設の恩恵を受け、ルートビヒフォンロール製鉄業協会を設立した。1970年代には1万人以上の従業員を要するスイスで最も重要な企業の 一つに発展したが、1973年には石油危機に苦しんだ。2002年末、前年の累積損失を受けて、資本金を1030万スイスフランに減額し、2003年には経営再建を行うほどだった。2004年には断熱材事業に集中するための新経営戦略を開始し、事業の方向転換を行った。 2019年上旬現在の主要な株主はアウグスト・フォン・フィンク・ジュニアとその家族で65%以上を所有している。2018年12月に転換社債が株式に転換され株主構成は不透明になった。2019年には従業員の給与をスイスフランではなくユーロ払いとしたことで訴訟に巻き込まれている。 フォンロールセールバーネンム株式会社は、同社の作動とケーブルカー部門であったが、1996年、オーストリアの作動、メーカードッペルマイヤーに売却された。フォンロールの最も有名な製品は、多くの遊園地で運営されているフォンロールタイプ101、スカイライドで、合計100機以上が建設された。2008年現在でも10機程度が運用を続けている。 1954年12月30日に開業したアドレスビルフェルネネックケーブルカーが最初で、走行費は100万スイスフランと7ヶ月の期間を費やした。この作動は未だ現役であり、2010年3月31日には1000万人の乗客を輸送を達成した。ディズニーランドスカイウェイは、米国で最初のフォンロール製の作動で、 1956年6月23日に開業し、1994年11月9日に廃止となった。その他には、世界初のサン・エスロープウェイ、アルパイニエクスプレスアオー1991年に、1994年には、アルパイニエクスプレス2をザースフェイで建設した。この技術は、作動事業がドッペルマイヤーに買収されて、以降も、 積極的な開発が行われ、同社の主力製品の一つとなっている。万博88でのフォンドールマーク2モノレール。マーク2型、マーク3型モノレールは、新交通システムとして、世界中に建設されたが、事業はアドトランツに売却されたが、モノレール部品の供給は継続して行っている。エアトレインニューアークは1996年に開業した。 フォンドール製モノレールであり、2001年にアムトラックとニュージャージートランジットに接続するニューアーク空港駅まで延伸された。イギリススタッフォードシャーにあるテーマパークオールトンタワーズのモノレールはカナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーで開催されたエキスポ86で使用されたものを流用した。1982年にシンガポールの戦闘差島でセントー差モノレールを建設した。 このモノレールは2005年3月に廃止となり、戦闘車エクスプレスにとって変わられた。シンガポールのジュロンバードパークにあるジュロンバードパークパノレールは4両編成のビーム式モノレールで1991年に運行を開始2012年に廃止された。オーストラリアには4機のフォンロール製モノレールがあったが、2019年、現在稼働しているのは1機のみとなっている。 ゴールドコーストにあるテーマパークシーワールドにおいてオーストラリア発のモノレールのフォンロール製マーク2型が1986年に開業した。ショッピングセンターとカジノを結ぶ近くのブロードビーチにあるカイ型モノレールは1989年に運行を開始したが対応年数切れの危機と公演のために2017年1月29日に廃止された。 シドニーモノレールで採用されたマカイ型は1988年7月21日に運行を開始し、シドニー市内中心部とダーリングハーバーを直通した。しかし高額内時費で運行継続が困難となり、2013年6月30日をもって廃止となった。ブリスベンで開催された万博では、サウスバンクの万博会場の周りに環状線として、 マーク2型モノレールが運用されていた。閉会後にこのモノレールは撤去され、痕跡は残っていない。シダーポイントのスペーススパイラルや、アストロワールドのアストロニードル、コニーズスペースタワーは、スイスベルンにあるウィリー・ビューラースペースタワー、カンパニーによって建設され、フォンロール製の半機が使用された。インタミンは1971年、タワー販売を開始するにあたって、建設を、 同じく半期をフォンロール社と契約したウィリービューラスペースタワーズは最終的にフォンロールに買収された。ありがとうございます。